はい、えー、どうも、吉谷です。今回ですね、熟成さんじゃないんですけど、僕の商品を買っていただいている方からですね、素晴らしい結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。お疲れ様です。8月はカメラ15台のレンズを5台販売して、約13万9000円の利益と、時給1万円男の気分を味わうことができました。 今月は評価と資金集めのために回転しやすい安いカメラを中心に攻めていましたが、今月はレンズの勉強して少しでも高く売れるものを見つけていきたいです。ちなみに9月はすでに1台入金待ちです。本当に本当にありがとうございます。ということで、9月まだ入ったばっかなんですけどね。うん。今僕深夜回って9月2日、深夜0時半に撮ってますけれども、これ LINE いただいたのが今日ですかね。だから9月1日の時点でなんかすぐ売れたのかな。 素晴らしいですね。でこれはですねあのカメラ転売なんですけれども、えー、僕いつも、まあ、9月もですねあのセミナーの映像を販売しようと思うんですけど僕いつもセミナーをやると映像を販売するんですけれどもあのいつだったっけな今,今年の3月だったかな今年の3月か2月か,か忘れましたけど大阪でカメラ転売のセミナーをしたんですよ。 カメラ転売のセミナーをして、そのセミナー映像を販売したんですけど、そのセミナー映像を販売しました。で、それがきっかけで、まあカ、あのカメラ転売をね、こう始めたわけなんですけど、要はセミナー映像を買って、で、あとね、お問い合わせも LINE でいただいて、それに対して回答もしてたんですけども、ね、ご相談いただいて。要はカセミナーカ、カメラ転売のセミナー映像を買って、 まあいつも僕セミナーやって、そのセミナー映像を販売するってことやってますけど、そのドリアカに入らずですね、そのフロントのセミナー映像を買って、この、この結果です。で、じゃあそのセミナーは何かっていうと、えっ、ー、と、ここのドリームアカデミアにも入れたんですけど、この転売で稼ぐノウハウですね。ドリームアカデミアの,の転売で稼ぐノウハウの中に、まあ、転売はね、めちゃめちゃあるんですけども、 ここの下の方にですね、カメラ転売で稼ぐノウハウっていうのがあります。カメラ転売で稼ぐ方法と。で、ここで、その、小崎くんと開催したセミナー映像っていうことで、これですね、これ。こちらです。このセミナー映像を買っていただいて、単体でね、で、この結果を出しています。だから熟成さんも、ね、これ見てやれば、 まあ、あとね塾、ドリアカの塾の場合は、こういう、その、小坂くんがこう、なんだ、なんだ、この講義の方し、なんかこう、細かくしてくれてるんで、リサーチ法とか、こう。うん。まあ、あとセミナー映像あるんで、まあ、うと思えはね、だって塾入ってなくてもこの結果出るわけですから。で、この、このお客さんが、このお客さんが勉強した教材、え塾に入ってますんで、ここにね。 これを買ってくれました。うん、まあ、ドリアカーの方はね、熟成さんは無料で今見れるようにしてますけども、うん、まあ、これだけでも、まあ、15万出るとかですね。じゃあ、あ13万か。うん、じゃあ、これが、じゃあ8月だけ13万稼げて9月は0円なのかってわけではなくて、もう稼げるスキルをこのお客さんつけたんで、まあまあ、9月、10月、11月も、まあ、どんどん利益を上げていくんじゃないかなということで、 だいぶねそのうちドリアが入っていただけるんじゃないかなとは思うんですけどあとねあのまあね多分ねうんみんなやってないんですよねだからあのこのねお客さんに僕はオファーをして何でこういう結果出たのかっていうのをねちょっとインタビューちょっとできないかみたいな対談のちょっとできないかっていうのはちょっとね個別でごちょっとオファーしてみましたうんだって塾だってドリアカの塾でね転売に関してはめちゃめちゃあるじゃないですか こんだけノウハウあって講義あって稼げないっておかしくないですかだって、これだけで、ここ、利益出てるわけですから、ね、ここ、ここだけですよ。このお客さんが買ったのはこのセミナー映像だけですから。うん、で、もし、こんだけあって、他にもこんだけあって結果が出ないんだったら、それは、うん、な何かがずれてるとする何かがずれてるっていうか、まあ、やってないとは思うんですけど、まあ一つ言うんだったら、 あのこのお客さん何で結果出たかっていうと、まあ、このセミナー映像買いましたこのセミナー映像買いましたで疑問点出てきましたでラインアットの方にもう毎回お問い合わせ来てましたうん今今こう出品してるんですけど今こういう状態で不安こういうとちょっと不安なんですけどこれどう思いますかみたいなっていうそのやりながらですよ実際にその実践しながら実践で出たところで 不安なな部分を来てたみたみいなわかりますすここポイントです実践しながら、実践しながら、そこで出た悩み、不安を質問きてました。やる前に、なんか、稼げるんですかと、そういう、そういう、なんか質の低い質問ではなくても、実践しながら、その実践した上での、出た上での悩,、ま、悩みっていうのをね、えー、僕の方に LINE の方でメッセージ来て、そこに対して僕はお問い合わせで回答してたんですけども。 で、具体的な内容に関しては、まあ、このコザくんとやったんで、小坂くんに振ってましたね、この小坂くんっていう子がね、に、あの、あのなんだ、ちょっとこんな具体的な来たんで、ちょっと動画作ってくれへんみたいな感じで、ちょっと対応してたんですけど、うん、この動画からですね、ちょっとお伝えしたいのは、うーん、 まあ、あ万が一、その、万が一というのはね、多分塾に入っても結果出てない人いると思うんですけど、あの、塾に入ってなくても、こういうねこ、これだけでね、結果、これだけ結果出してる人います。で、高いお金払って塾に入っても、これの結果出てないんだったら、それは、ちょっとね、あの、やって、本当にご相談ください。やりながら。今、ここやってるんだけどわかんないみたいなね。ここやってるけど、ちょっとわかんないんですっていう、ご相談をください。 うん、この人は結果出た理由としては、うん、やっぱ相談を常に、報告、連絡、相談ですよね。ほうれん草がやっぱね、できてますね。報告連絡相談吉田さん今回こういう出品してみましたとか、連絡、相談ですね。ほうれん草。間違いなく、ほうれん草がこの人できてます。で、まあ今回もね、結果出てこういう報告いただきましたけど、ほうれん草、報告、連絡、相談。 これね、結果出てない人はほうれん草してます。多分ね、結果出てない人はほうれん草してないと思います。報告、連絡、相談。多分僕にしてないと思うんですよね。別に吉谷のこと嫌いだから、ほうれん草したくありません。報告、連絡、相談したくありません。であるなら別にいいんですけど、ただその自分の、うーん、収益を上げたいんであるならば、うん報告、連絡、相談してほしいなと思います。で、あとはまあ、ね、塾に入ってるわけですからね。あの、その権利はもちろんありますし、 はい、はい。ということで、今回はですね、ほんとね、カメラ転売でのその報告はですね、あんまりもらわないんで、嬉しいですね。うん。嬉しいです。あとは、もう正直、これ、セミナー映像、カメラ転売の、カメラ転売のこのね、セミナー映像、これ、なんだ。これ、こちらか。ここかカメラ転売の、その、この映像を販売しましたけど、多分ね、これ見てやった人。 多分このお客さんだけなんですよ。それも嬉しくて。これ、この商品ね、結構売れたんですよ。多分。多分ね、まあまあ売れたと思います。だけど多分ね、結果出たのはこの人かな。多分結果出たというかね、ちゃんと行動して、ちゃんと報告、連絡相談して、やったのはこの人だけかなと思います。じゃあなんで結構売れた売れ、多分この映像結構の人見てると思うんですよ。だけどなんで結果出たのかっていう。それをね、ちょっとね、まあ、ここ交渉、 してるんでまあ、交渉が OK になればねちょっとインタビューしてね LINE 電話でちょっとしたいなと思ってますんで、えー、またそれはシェアしたいと思います、はい、ではですねこれで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました